青年体育チャンピオン143度ルーシーカヤマ、リングの貴婦人と言われておりますルーシーカヤマが紹介されました。割れるような拍手であります。青年女子体育チャンピオン148番度、ジョイス・グレーブ。NWA の世界タッグチャンピオンの登場であります。ルーシー加山もちょっと前までは 3WA の世界タッグチャンピオンでした。まあ、あの前 3WA 世界タッグチャンピオンと現 NWA の世界タッグチャンピオンの一本勝負であります。30分一本勝負。あっと早くもレフリーの柳美幸に対しまして何事かクレームをつけております。文句をつけております。とにかくあの性格が素直じゃないですね。今度来たアメリカの選手たちはね、相当に悪い性格なんですよ。これはなんか気性がないって言うんですか、なんと言ってるんですか佐藤さん、ね、なんで文句を言ってるの。いやボディチェックなんですけどね、ルーシーにばっかり声援があるわけですよ、そしてルーシーがするなということですね。面白くないわけですか。そうですね、そういうこと、誇りを傷つけられたみたいな気持ちでしょうね。ましてアメリカではね、本当にあの心からの尊敬の拍手を浴びてね、リング上に登場しているジョイス・グレーブルであります。日本ではしかしそうはいきません。さあルーシー、あっとまずお腹に一発パンチ、カウンターになって入りました。ジョイス・グレーブル選手、しかし実に綺麗なあの一発をしてますね、はい、羨ましいでしょう。羨ましいね、本当にルーシー加山に対しまして大きな声援が飛んでおります。早くも超攻撃か、喉を攻めに行きました。ジョイス・グレーブルであります。さあどうか、あっとまた行きました。とにかく佐藤さん、はい、今度アメリカから来た NWA の選手たち共通して言えることはですね、はい、喉をね、まあ、反則すれすれというか実際は反則なんですけども、実にあの集中的にですね遠慮なく攻めてきますね。そうですね、はい、やはり手っ取り早いんですよね。あの黒技でスリーパー気味になってですね、頸動脈を攻めるというのはですね、息が詰まりますからね、日本の選手にとっては相当に強烈な技であります。ご覧ください、今度はロープを利用しております。とにかくこういった格闘競技で詰められて一番怖いというかね、危ない場所ですもんね。そうですね、まかり間違うと本当に、そういったところはね、もう女性のくせにやってきますね。あっとトミーが行きました、トミーが行きました。下から行っているのは誰ですか、レイラ・ニカイ選手です。レイラ・ニカイと、それからビッキー・ウィリアムスも行ってますね、レイラ・ニカイ選手はハワイの選手でありました。今ハワイで最も人気のある選手と聞いております。相当に性格は凶暴のようであります。場外乱闘が大好きというヤンキー娘たちが今リングの下に集まっております。さあルーシーに対する声援が飛んでおりますが、レーナン会が今ヒステリックに応酬しております。ねえ、頭を抱えてヒステリックな応酬であります。頭に血が上りましたヤンキー娘。さあリング上に注目しましょう。さあ、お互いに腕の攻め合い、この辺は 見応えがあります。佐藤さん、はい、なかなかジョイス・グレーブさすが世界チャンピオンというんでしょうか、細かい技も大したもんですね。そうですね、ああいった一つ一つ手の決め方なんかでもですね、しっかり決めてる感じですね。なるほど、そういった一つ一つの今手の決め方の話が出ましたけども、はい、やはり日本の選手特に若い人と違ってですね、はい、基本がピシッとしてるということが言えますか。そうですね、そういったホールド技に関してはNWA 系の今回来た外人の選手は一人一人みんな確実に身につけているようですね。そうですか、はい、一方ムーラなんかね、はい、日本の選手のスピーディーな攻撃には確かにデジモを抜かれたと感心しているようなんですが、はい、その他何か佐藤さんの耳にですねアメリカ選手の日本人レスラー表みたいなものが入ってますか。やはり小柄な選手が多いということなんかもびっくりするようですね。はいはい、アメリカなんかじゃ考えられませんか、こんな小柄な選手は。いや、やはりそういう、すっ
ちょうど放送席の前で場外乱闘になりましてね、すごいことをやってますね。あれあれあれ、とにかくああいう風にして全部の選手が来ますとね、特にあのレーバリカイ選手というのはハワイの選手で情熱的なんでしょうかね、感動のタイプですね。そうですね、あのようやくあの静まりました、佐藤さん、さっきの話の続きですが、はい、小さい選手についてはどうなんですって。あの向こうの方にもですね、スマートの選手おりますけれども、今回あの来たのはですね、それからあの若い子ですね、はいはいはい、お互い若いんですけども、日本の選手が若くってですね、であの、まあ、小柄な選手あまりこう肥満体おりませんからね、日本選手。さあルーシーの反撃で場内はわっと沸いております。まず打っていきました、ヘッドバットお腹に入りました。ルーシーも勝手になるとアメリカの選手に負けておりません。気の強さではもう定評があります、ルーシーかやみ。さあトップロープに上がりました、やった、どうでしょうか。カウントが入りましたがワンであります。最初紹介を受けるときはリングの貴婦人というね、いかにもあのしとやかな感じで紹介を受けておりますが、ひとたびそういった帽子を金繰り捨てますとご覧のように本当に気の強い選手でありますルーシー。そうですね、あのコスチューム白大好きなんだそうですね。白が好き、はいはい、でもそれに関してっていうんですか、すごいやっぱり気が強いっていうのかな。そうそうそう、真っ赤な血が体内を整えている感じがいたします。ルーシー加山、他にも情熱的な選手であります。気の強さに関しては本当にアメリカのレスラーにも負けません。あとはなんとか一つルーシーの持っている素晴らしいテクニックでね、はい、NWA の世界タッグチャンピオンを破ってもらいたいものであります。見応えのある30分一本勝負が展開されています。ボディースターズに行ってるんですけども、相手のなんといっても胴が太いから。そうですね、佐藤さん大変ですよねあれね。そうです、それでも逆にですね、締められると、あの大きな人はですね、はい、あの負担が多いんですね。だから効果的な技とは言えないと思います。ボディースターズドロップ、これは自分の体重もありますので相当に効いたでしょう。ジョイス・グレーブルであります。リングの下には例によって NWA の団長大姉子でありますムーラー選手が来まして、今ジョイス・グレーブを助けました。もうあの審判のブラインドをついてとかそういったもう配慮は全くありません。正々堂々とやってますね、もう白昼ね、本当にもう悪いことを堂々とやる、そんな感じであります。さあおそらくないでしょうけどもね、はい、ファンクラブの女の子からおばんかねあんまりやじありませんけども声援が飛んでおります。とにかく23年間、世界タッグのチャンピオンとして王座に君臨しておりますムーラ、この声援がもし聞こえたらですね、分かったら大変なことになりますよ。そうですね、しかし佐藤さんからもさっき話が出たんですが、アメリカあるいはヨーロッパメキシコあたりの選手はですね、1人前になるのが30過ぎの人が多いんですってね。そうですね、男なんかでも10年以上確実にかかりますしね。ですからレスリングという格闘競技は30、40になって堂々世界に通用する何かあの力をですね、まだ持てるわけですね。そうなんですね、やはり生活も違いますから、アメリカと日本ではね、はい、必ずしもそのままあの日本に通用するというものではないでしょうけれども、アメリカ全日本女子プロレスなんかは若い練習生は本当に小学校卒業してすぐぐらいの人がねトレーニングに来たりしてますでしょ。そうですね、スピードですね、はい、だから大きくなりますね、そのスピードがなくなってくるんですよね、はい、だからもうレスリング自体が違いますから、一概にどうとかこうとかってのは言い切れないと思いますけど、レスリングそのものが違ってきます。そうですね、はい、まあ、少なくとも現代の全日本女子プロレスの一般の選手たちはやはりスピードが大事になります。スピードが大物であります、それだけの若さを持っております。さあロープに上がりました、危ないぞ、強烈なキックであります。ブラインドキックこれは効いた、カウントが入りました。こんなキックを振ったことはありませんでした。佐藤さん驚きましたね、今の強烈なキックは。そうですね、2段ロープからのドロップキックでしたね、はい、カウンターで喉元に入って、いや顔面蒼白になりましたルーシー加山、これは強烈でしたね。まあ、ルーシーとしてはちょっとロープを使ったキック攻撃とい
ということでね、柳さん、今